本、長い歴史を持ち伝統と現代の文化が入り混じる国。現在、日本の文化を好む多くの若者がここ FPT 大学で日本語を学んでいます。この大学では学生たちは国際的な著作権を持つ日本語の教科書を学習に使用しています。ベトナムだけではなく、京都外国語大学、信州大学、立正大学など日本の名門大学で2学期を過ごすことが可能です。3年生からは4から8ヶ月間日本企業で国内外の実務を行うこともできます。ホーチミン市の FPT 大学で日本文化を学び、体験し、そして交流する機会を持ちましょう。私たちはホーチミン市の FPT 大学で日本語を専攻している学生です。私たちは日本語を専攻している FPT 大学の学生です。